ええ、電撃ネットワークの南部でございます。この度は、電撃 TV の中で、ちゃんよたさんの、おー、とのコラボの中でですね、えー、私の頭のことで、あのー、皆さんにご迷惑おかけしまして、えー、バーンされちゃいましたことをお詫びします。申し訳ございませんでした。 えー、海外ではですね、あのー、ウクライナの大統領、ゼレンスキーさんが、あの、ピアノをお、パチンで弾いてというのが YouTube になっておりますが、あれはそのまま残っております。しかも、拍手大喝采でございます。私の芸が、えー、パチンに紐をつけて、 えー、パンパンにしておきながら、それで、えー、ブロックを持ち上げるというんですが、海外ではブリック。まあ、そんなことはどうでもいいですね。えー、どこが悪いのかということでですね、えー、写真を昨日、催促して送っていただいたんです。そうしてみたらですね、えー、まず、撮影の入りで、 これです、A、完全にアウトですこれは私の人だけのせいではございません、A、これは頭をが触,触ってですね誰の頭かっていうのを当てるシーンなんですがこれも 絶対にやってはいけないシーンだと思います、えー、お子様から何からいきなり見ちゃう可能性がありますんで、えー、本当にあの申し訳ございませんでした、えー、私はですねあのゼレンスキーさんにオファーを出したいと思いますえー、いつかいつの日かですねゼレンスキーさんのプッチンと私の玉木 でピアノを共演したいと思っておりますどうか皆さん応援よろしくお願いいたします